ゆっくり霊夢と、ゆっくり魔理沙だぜ。例えば、遊んでる時にふと思ったんだけど、土偶と埴輪って違うの？いきなり真面目に質問してきたな。わかった、それじゃ今回は埴輪について解説をしよう。土偶との違いはもちろん、埴輪の様々な形や意味、そして恐ろしい誕生秘話なんかを紹介するぜ。ゆっくりしていってね。冒頭で聞かれた土偶と埴輪の違いを説明しよう。何が違うのかというと、作られた時代と目的が違うんだ。土偶が作られていたのは縄文時代。女性の形をしていることが多いぜ。ボンキュッポンなスタイルしてるわよね。そうだな、明確に女性をかたどられている。ただ人間離れ化をしていることに関してはなぜかわかっていない。目的は諸説あるが、魔除けや豊作、子孫繁栄を願って作られたとされているな。埴輪は？一方の埴輪はというと、最初に作られたのは土偶よりも後の時代、古墳時代だと考えられている。縄文時代では小さな村の集まりでしかなかったのが、弥生時代になり少しずつ小さな国が生まれ始め、卑弥呼が治めていた邪馬台国が30ほどの小さな国を従え大きな国となった。そして古墳時代に入ると、現在の奈良県にあった大和を中心に大和王権が誕生した。トップに立つ大君が各地の有力者を従えて日本を統治していたんだ。その偉い人たちのお墓が古墳っていうのよね？そうだ、埴輪はその古墳に置かれていたんだ。埴輪の始まりは特殊器台と特殊壺と呼ばれる二つでセットの埋葬の儀式の際に用いられた素焼きの土器だ。筒とか太鼓とかにしか見えないわね。私が知ってる埴輪とは全然形が違うわ。最初はもっと普通の器台と壺を使っていたようだ。収穫した米を壺に入れたり、器台に収穫物を乗せたりして、神様に収穫のお願いをしたんじゃないかって考えられている。そこから変化しこの特殊壺などに変遷し、亡き主張の霊力を時代の主張に引き継ぐ儀式に使われるようになったようだ。特殊器台は高さが100センチ、直径が40センチくらいの円筒状の台で、複雑な模様に透かし穴が開いているのが特徴だ。特殊壺は周りを赤く塗られ、特殊器台の上に乗っけて使用されていた。この二つが埴輪の起源だと言われている。ここから私が知ってるようないろんな形に発展していくのか。そうだぜ。埴輪は古墳の周りに並べられた素焼き土器の総称だ。ただ一口に埴輪と言ってもいろんな種類と形があるし、それぞれ役割も異なっていたそうだ。では、ここから埴輪の形について話そう。まずは先に紹介した特殊器台と特殊壺から発展した円筒埴輪。特殊器台は埋葬の儀式に用いられていたけど、これは古墳の頂上や周囲に並べることで、儀式を行う場所や聖域を区画するために用いられたと考えられている。同じく発展形に壺型や器台と壺が一体化した朝顔型埴輪がある。朝顔みたいに上が開いてるのが特徴だね。続いて住居の形をした家型埴輪だ。完全に家の形をしてるわね。おもちゃみたいに見えるけど、亡くなった人が遊ぶように作られたわけじゃないわよね。そうだな、この埴輪が古墳に置かれた意味については、被葬者の魂が宿る場所とする説や、たくさんの家型埴輪が整列していた例があることから、生前に暮らしていた家を再現したとする説がある。現代では当時の住居形態を知れる貴重な資料にもなっているぜ。遠い未来にシルバニアファミリーの家が資料にならないことを祈るわ。衣笠型埴輪や縦型埴輪をはじめとする器材埴輪。衣笠は蓋とも読めるけど、高い身分の人に差し掛ける日傘を意味している。上部に羽のような縦飾りがついているのが特徴だな。縦型は名前そのままよね。そうだな、縦型埴輪は武具の盾を模して作られている。衣笠型埴輪は被葬者の高貴な身分を表す役目を持ち、縦型埴輪は悪霊や災いの侵入を防ぐ役割を持っていたと考えられているな。なるほどね。今のところ私が知ってる人とか馬の埴輪が出てきてないけど、これからだぜ。鳥足か、犬、馬などの動物を模した動物型埴輪もある。鳥は主に鶏と水鳥の形をしているな。鶏は夜明けを告げる鳥で、水鳥は魂を運ぶとされていることから、王位継承を意味するのではないかと考えられている。昔から鶏は早朝に鳴いてたんだね。鹿は神聖な動物とされており、犬は狩猟を表しているな。馬は？亡くなった人があの世で乗れるようにしたの？いや、馬具で飾り付けられた馬はその土地の有力者が大事にしていた馬だと考えられる。そして有力者が亡くなった後も、その人の権威の象徴として古墳に置かれたんだろうな。なお牛の埴輪も少ないけど存在するようだ。レアキャラなんだね。最後に人型の埴輪を紹介しよう。男女問わず様々な人間を模して作られていて、楽器を弾く人や武人、盾持ち、鷹や鵜飼、馬飼、力士、巫女など幅広い形をしている。指キャップに3つ穴が開いてるような形から、鎧を着た埴輪まで色々あるわよね。その指キャップに例えられた埴輪は踊る埴輪と呼ばれている。
手を頭と腹につけ踊っているように見えるからだな。だがこれは踊っているわけじゃなく、手綱を持って馬を引く馬会を表しているんじゃないかって説が有力だ。正直、踊っているようにも、馬を引いてるようにも見えないんだけどね。人物埴輪は古墳に行列や群像で並べられていることから、早々儀礼を表現しているって説や、生前の主張権継承儀礼の様子を再現しているって説がある。なるほどね、埴輪には色々な形もあるし、それぞれで意味も違ってるわけなんだね。そうだな、ちなみに素焼きの埴輪だけじゃなく、木製の埴輪もあったそうだ。材料も違うのか。ところで今更だけど、埴輪って名前にはどういう意味があるの？定かではないんだけど、埴つまり粘土で造形し、素焼きしてできたものをあのように立てて並べたことからそう呼んだ。それとも、粘土でできた円筒状の焼き物を指しているとも言われているし、粘土紐を安住にする製造方法だからとも考えられている。うん、どれも正しく聞こえるから困っちゃうわよね。最初に埴輪って呼んだ人を小一時間は問いただしたいところだけど、誰かわかってる？誰かはわからないけど、一番最初に埴輪って文字が登場する文献は知ってるぜ。奈良時代に成立した日本書紀だ。ヒバス姫の御事が亡くなった時に、神馬や数々のものをかたどった土製品を要望に建てた。それを埴輪ないし建物と呼んだ、と記述されている。ヒバス姫の御事は第11代水仁天皇の2番目の皇后だな。それが埴輪の始まりなんだね。でも、始まりはどういう意図で埴輪を置こうと思ったんだろ？それはだな、その前には埴輪ではない何かを、要望に埋めていたんだけど、その代用品として建てられたんだ。その前に埋められた何かはわかるか？え、なんだろ、動物とか？惜しい、動物と言ったら動物なんだけど、実は選ばれた人間が生き埋めにされていたんだ。なんてこった、しかも生き埋めって。古代日本では、身分の高い人が亡くなると、臣下や家族が一緒に葬られることがあった。これを殉死という。例えば邪馬台国の卑弥呼が亡くなった際には、約100人の奴隷が一緒に葬られたと、中国の歴史書魏志倭人伝に記載されている。100人は多すぎでしょうに。その後、水仁天皇の時代に残酷だからって理由で禁止されたそうだ。何日間も地面の中から埋められた人たちの声が土の中から聞こえる様子を想像してみろよ。残酷ってもんじゃないよな。想像させないで。そこでのみの宿根が生きた人間を埋める代わりに、埴輪を埋めてはどうだろうかって天皇に進言したことから、古墳に埴輪が置かれるようになったんだ。ちなみにのみの宿根は相撲の元祖として知られている人物だ。人間の代わりだったなんて、そんな残酷な秘密があったわけだね。ただこれだと、一番初めに話した埴輪の原型から発展したって考えと一致しないよな。だからこの生き埋めにされる人の代わりにって話は、のみの宿根の光栄を称した人の創作なんじゃないかと考えられているんだ。そうだったんだね、よかったわ。いや、生き埋めにされた人がいたのは確かだから行くはないのか。なお、埴輪は古墳あってのもの。前方後円墳の造営がなくなっていくとともに、埴輪も消滅していった。置く場所がなくなっちゃったらしょうがないよね。ここで一応、土偶との違いをまとめておこう。埴輪が作れたのは土偶よりも後、古墳時代だ。形状は素焼きの土器で、形は土偶よりもバリエーションが豊富で、人や動物、家など様々ある。目的は聖域を区画したり、被葬者の身分を表したり、儀式を再現したりと様々だな。全く別物なんだね。さて、埴輪といえばこんな面白い話があるぜ。人物埴輪の説明をさっきしただろ？力士とか巫女とかいろんな人の形をしてるのよね？そうだ、でもあえて言わなかった形の人物埴輪がある。千葉県の芝山古墳から多く出土した埴輪なんだけど、不思議な姿をしているんだ。長いヒゲとハットをかぶってるわよね？そうなんだ。縄文時代の土偶とも違うし、当時の古代中国の装束とも違う、もちろん日本の風俗とも違う。それじゃ何なの？ロード・オブ・ザ・リングのガンダルフ？違うだろうな。これを見てくれ。これはユダヤ人の中でもユダヤ教徒の超正統派と呼ばれる一派なんだ。彼らはユダヤ教徒の中でも特に保守的で昔ながらの信仰に基づいて暮らし、近代的なものの多くを拒絶して生きる人たちだ。見ての通り長いヒゲを生やして、キッパと呼ばれる山高帽をかぶっている。埴輪とそっくりじゃないか？そっくりだけど、まさか？この埴輪は彼らを模して作られたんじゃないかって説がある。だったらそんな昔からユダヤ人が日本に来てたってことになるわよ。古代日本には海外から渡来した外国人がいたのは間違いない。古墳時代にも中国や朝鮮から渡来し大和王権に仕えた人物がいた。旗氏や大和の綾氏、河内の文氏がその代表と言えるだろう。その中でも旗氏という、鋳造や旗織りの技術を日本にもたらした職能集団がいたんだけど、彼らはユダヤ人なんじゃないかって説があるんだ。なんでまた？日本書紀によると、旗氏の出身は、
県内のカザフスタンとウイグルの間に位置するユズキの国だそうだ。このユズキの国はネトリウス派キリスト教、つまりは中国に最初に伝来したキリスト教の宗派を信仰する国だったそうだ。それがなんでまたはるばる日本に？旗氏は中国での万里の長城建設の労役から逃れるために、数回にわたって日本にやってきた。そして日本に定着し帰化人となったわけだ。決して多くはない帰化人となったユダヤ人が、現在の千葉県を治めていた国蔵に招聘され、助言役として公衛にいたんじゃないかって考えられている。その人が埴輪になったっていうわけだね。まさかの外国の人をかたどって埴輪にするなんて。とはいえ、正直、その時代のユダヤ教の強制党派の人がキッパをかぶっていたのかって疑問はあるし、日本人の祖先がユダヤ人なんじゃないかっていう日ユドウソ論に関連ついた話だから、ええって思うくらいでいいと思うぜ。ただこの埴輪がヒゲを生やした武人なのか、何なのかははっきりわかっていないのは確かだ。信じるも信じないも、あなた次第だね。さて、これにて埴輪の解説は以上だ。埴輪が生き埋めにされる人の代わりって聞いた時はゾッとしたけど、創作かもしれないって聞いて安心したわ。だって埴輪って可愛いもんね。そうだな、人型埴輪はキャラクターっぽい感じするもんな。そこから変遷して、ハニマルくんになるのもわかるわよね。ハニマルくんをわかる人が視聴者にいるといいな。それじゃ、ご視聴ありがとうございました。